こんにちは。5月20日木曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。豊島区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしています。なお再放送はご覧の時間帯に放送いたします。まずは豊島区からのお知らせです。政府より緊急事態宣言が東京都に発令されました。不要不急の外出はお控えください。路上や公園などでの飲酒はお控えください。マスク着用、こまめな手洗いなど感染予防行動を続けましょう。豊島区の対応につきましてはホームページをご確認ください。新型コロナウイルスワクチン接種が順次始まります。身近なかかりつけ医など医療機関での個別接種は5月19日水曜日から始まりました。豊島センタースクエアでの集団接種は5月24日月曜日から、区民広場での巡回接種は6月3日木曜日から始まります。接種当日はこちらの3つを会場にお持ちください。まずは新型コロナウイルスワクチン接種クーポン券です。シールは剥がさずそのままお持ちください。続いて予診票、こちらにはあらかじめ質問事項、お名前、ご住所などを記入しておいてください。最後に本人確認書類、健康保険証や運転免許証などです。以上の3つをお持ちください。また接種は肩にいたしますので、当日は肩を出しやすい服装でお越しください。ご都合が悪くなった場合は必ずキャンセルのご連絡をお願いします。個別接種は接種の予約をした医療機関へ、集団接種・巡回接種は豊島区新型コロナワクチンコールセンター0120-567-153へ。貴重なワクチンを有効活用できるようご協力をお願いいたします。以上お知らせでした。本日は急遽番組内容を変更してお伝えいたします。なお本日放送予定でした豊島区の SDGs 最新情報は7月19日月曜日に放送予定です。では番組スタートです。今日は新型コロナウイルスワクチンに関する最新情報をお伝えします。豊島区では5月19日から新型コロナウイルスワクチンの個別接種を開始しました。初日となった昨日は高野区長が4カ所の医療機関を視察し、豊島区医師会会長の平井先生と個別接種についてお話ししました。いろいろ区民の方々のお声を聞くと、今回ワクチン接種に対しては非常に興味を持って、まさにコロナの終結はワクチン接種しかないという形で、そういう中で区民の方はやはり日頃お世話になっている先生に打ってもらうのが一番安全安心だし、身近で何でも相談できるし、まあ、万が一副作用があったりなんかしても気軽に対応してもらえるということで、一番安心してこう打ってもらうのはまさにこの個別接種、日頃お世話になっているかかりつけ医の先生方というようなお声をたくさん聞いたんで、私はやっぱり区民の安全安心を考えると、やはりもう個別接種でお願いする方が一番だなということで、平井医師会の会長さんにもですね、何回もご相談してご協力を賜って、これこそ私は国の安全のためのですね、豊島方式ではないかということでスタートさせて、もうこれには本当に平井会長さんの大きな大きなお力をいただいて、この豊島方式が非常に順調に私は言ってると先生方にはご迷惑かけてますけど
まあ、まず第一はその今回コロナのワクチンというのはその非常に特殊なワクチンで、まあ保存方法とか配送とかですね、まあ非常に難しいワクチン、あの打ち方も3種置きという形で難しいんですけども、そういったところでやはりなかなか皆さん手上げが進まなかったところ、まあ極力情報をなるべくあのお伝えして、あのなんとかまあ200近い医療機関に手上げしていただいたという形で、ただまあ今回開けてみるとですね、まあ豊島区はあの接種券を早く配っていただいたんで、予約の状況もね、あのある程度はその準備期間があったわけですけども、やはり一旦やっぱりやってみると各医療機関にはかなりその予約ということに関しては、それぞれの医療機関で、それぞれの予約方法を取っていただいたんですけど、少し混乱して、ところもあると思います。ただまあ、他の区とかを見てみますとね、あの非常に最初からその個別接種というところで準備を進めさせていただいたおかげで、まあ、あの大きな混乱はなく進んでいるんじゃないかなとは思いますけどね。区の方には苦情がほとんどない、ね、あ、そうですか。ほとんどないんですよ、普通ね、他の自治体は大変な状況だという、豊島区に関しては、これも、医療機関の皆さんにご負担が多くて、多いからかもしれませんけど、そういう面ではね、区民には大変喜ばれてる、まああのうん、うちの患者さんたちもね、知ってる先生に打ってもらえるっていうのはすごくありがたいという、お褒めのお言葉をいただいてますけども、まあ、これから、まあ、進んでいく上でね、やはりいろいろ問題もやはりちょっと出てくる、まあ、キャンセルの問題とか、ね、二重予約の問題とかっていうのは、対応がやはり、まあ、打つ僕らだけじゃなくてやっぱり事務さんであるとか、ね、っていうのは非常にあの、ね、ご苦労をかけちゃうかなと思いますけど、まあ、なんとか頑張ってやっていくしかないと思いますんで、いや、はい、本当に平井先生のリーダーシップで私は自慢ができる豊島方式これは本当に皆さんがね、そういう流れに皆さんなってきてると、ということでありますし、一年役白井会長のまさに陣頭指揮をいただいたおかげでですね、まあ、私は豊島区に幸せだと思いますよ今後少し時間はかかるかもしれませんけど、個別接種という形で、まあ、うちの医師会員皆さんあの、頑張って打っていっていただけると思うんで、ぜひあの躊躇せずにかかりつけ医の方に相談していただいて、順調にワクチン打っていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本当に心強いお言葉をいただきました。まあ、私たちは常に区民のために、区民がどうしたら安全安心でというようなことを常に考えている中での、今回のワクチンのこの豊島方針の取り組み、まさに平井会長を中心に、まあ、本当に皆さんに陣頭指揮を取っていただいておかげで、現場では大変でしょうけど、私は区民の皆さんは大変豊島区区民でよかったと言われる、そういう形になってきつつありますので、改めて、200に近い、まさに個別接種医療機関のご協力ということはですね、本当に素晴らしい私成果が上がり、本当にお互いに信頼関係もさらに強くなっていくのではないかな、本当に、大変今日スタートでありますけど、井の一番に会長さんにお邪魔してですね、お礼を込めながら、またこれから大変でしょうけど、陣頭指揮を取っていただきたい、そんな思いです。はい、ありがとうございました。どうも。昨日の様子をご覧いただきました。豊島方式は個別接種をメインに、それを補完する形で集団接種と区民広場などでの巡回接種と、この3層方式でワクチン接種を受けることができるので安心ですよね。65歳以上の方はぜひ7月末までにワクチン接種ご協力ください。では続いての VTR です。5月15日、豊島区役所1階の豊島センタースクエアで新型コロナワクチンの集団接種のリハーサルが行われました。豊島区は5月24日以降に実施を予定している新型コロナウイルスワクチンの集団接種に向けて、5月15日豊島区役所1階豊島センタースクエアでリハーサルを行い、区職員や医療関係者、委託事業者らが手順を確認しました。
接種希望を30分間に16名が来場する予定で想定し、入り口での検温からワクチン接種後の経過観察まで一連の流れを実際に会場内を回って試行。通常のケースのほか、視覚障害者や車椅子利用者など細かくケースを分けてシミュレーションしました。またケースごとに問診時やワクチン接種時の留意点、体調が急変した際の対応など円滑に接種が行われるように参加者やスタッフと手順を繰り返し確認しました。新型コロナウイルスワクチン接種担当課長は今回のリハーサルを受け、改善点などを精査し、本番開始時にはスムーズなワクチン接種を実施できるよう十分な体制づくりを進めてまいりますと話しています。ではここで改めて豊島区からのお知らせです。政府より緊急事態宣言が東京都に発令されました。不要不急の外出はお控えください。路上や公園などでの飲酒はお控えください。マスク着用、こまめな手洗いなど感染予防行動を続けましょう。豊島区の対応につきましてはホームページをご確認ください。新型コロナウイルスワクチン接種が順次始まります。身近なかかりつけ医など医療機関での個別接種は5月19日水曜日から始まりました。豊島センタースクエアでの集団接種は5月24日月曜日から、区民広場での巡回接種は6月3日木曜日から始まります。接種当日はこちらの3つを会場にお持ちください。まずは新型コロナウイルスワクチン接種クーポン券です。シールは剥がさずそのままお持ちください。続いて予診票、こちらにはあらかじめ質問事項、お名前、ご住所などを記入しておいてください。最後に本人確認書類、健康保険証や運転免許証などです。以上の3つをお持ちください。また接種は肩にいたしますので、当日は肩を出しやすい服装でお越しください。ご都合が悪くなった場合は必ずキャンセルのご連絡をお願いします。個別接種は接種の予約をした医療機関へ、集団接種・巡回接種は豊島区新型コロナワクチンコールセンター0120-567-153へ。貴重なワクチンを有効活用できるようご協力をお願いいたします。今回は番組内容を変更してお届けいたします。番組を途中からご覧いただいた皆さんへ、改めて新型コロナウイルスワクチンの最新情報をお伝えします。豊島区では5月19日から新型コロナウイルスワクチンの個別接種を開始しました。初日となった昨日は高野区長が4カ所の医療機関を視察し、豊島区医師会会長の平井先生と個別接種についてお話ししました。いろいろ区民の方々のお声を聞くと、今回ワクチン接種に対しては非常に興味を持って、まさにコロナの終結はワクチン接種しかないという形で、そういう中で区民の方はやはり日頃お世話になっているこの先生に打ってもらうのが一番安全安心だし、身近で何でも相談できるし、まあ万が一副作用があったり何かしらでも気軽に対応してもらえるということで、一番安心してこう打ってもらうのはまさにこの個別接種、日頃お世話になっているかかりつけ医の先生方というような お声をたくさん聞いたんで、私はやっぱり区民の安全安心を考えると、やはりもう個別接種でお願いする方が一番だなということで、
平井医師会の会長さんにもですね、何回にもご相談してご協力を賜って、これこそ私は、国の安全のためのですね、豊島方式ではないかということでスタートさせて、もうこれには本当に平井会長さんの大きな大きな、お力をいただいて、この豊島方式が非常に順調に私は言ってると思う。先生方にはご迷惑かけてますけど。まあ、まず第一はその今回コロナのワクチンというのはその非常に特殊なワクチンで、まあ保存方法とか配送とかですね、まあ非常に難しいワクチン、あの打ち方も3週おきという形で難しいんですけども、そういったところでやはりなかなか皆さん手上げが進まなかったところの、まあ極力情報をなるべくあのお伝えして、あのなんとか200近い医療機関に手上げしていただいたという形で、ただまあ今回開けてみるとですね、まあ豊島区はあの接種券を早く配っていただいたんで、予約の状況もね、あのある程度はその準備期間があったわけですけども、やはり一旦やっぱりやってみると各医療機関にはかなりその予約ということに関しては、それぞれの医療機関で、それぞれの予約方法を取っていただいたんですけど、少し混乱して、ところもあると思います。ただまあ他の区とかを見てみますとね、あの非常に最初からその個別接種ってところで準備を進めさせていただいたおかげで、まあ、あの大きな混乱はなく進んでいるんじゃないかなとは思いますけどね。区の方には苦情がほとんどない、ほとんどないんですよ、普通ね、他の自治体が大変な状況だったり、豊島区に関しては、これも、医療機関の皆さんにご負担が多いからかもしれませんけど、そういう面ではね、区民には大変喜ばれている、まあ、あのうちの患者さんたちもね、知ってる先生に打ってもらえるっていうのはすごくありがたいというふうにお褒めのお言葉をいただいてますけども、まあ、これから、まあ、進んでいく上でね、やはりいろいろ問題もやはりちょっと出てくる、まあ、キャンセルの問題とか、ね、二重予約の問題とかっていうのは、対応がやはり、まあ、打つ僕らだけじゃなくてやっぱり事務さんであるとか、ね、っていうのは非常にあの、ね、ご苦労をかけちゃうかなとは思いますけど、まあ、なんとか頑張ってやっていくしかないと思いますんで、いや、本当に平井先生のリーダーシップで私は自慢ができる豊島方式、これは本当に皆さんがね、そういう流れに皆さんになってきてるということでありますし、一年役白井会長のまさに陣頭指揮をいただいたおかげでですね、まあ、私は豊島区民幸せだと思いますよ今後少し時間はかかるかもしれませんけど、個別接種という形で、まあ、うちの医師会員皆さんあの、頑張って打っていっていただけると思うんで、ぜひあの躊躇せずにかかりつけ医の方に相談していただいて、順調にワクチン打っていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。本当に心強いお言葉いただきました。まあ、私たちは常に区民のために、区民がどうしたら安全安心でというようなことを常に考えている中でも、今回のワクチンのこの豊島方針の取り組み、まさに平井会長を中心に、まあ本当に皆さんに陣頭指揮取っていただいているおかげで、現場では大変でしょうけど、私は区民の皆さんは大変豊島区区民でよかったと言われる、そういう形になってきつつありますので、改めて、あの200に近い、まさに個別接種医療機関のご協力ということはですね、本当に素晴らしい私成果が上がり、本当にお互いに信頼関係もさらに強くなっていくのではないかな、本当に、大変今日スタートでありますけど、井の一番に会長さんにお邪魔してですね、お礼を込めながら、またこれから大変でしょうけど、陣頭指揮を取っていただきたい、そんな思いです。ありがとうございました。どうも。昨日の様子をご覧いただきました。豊島方式は個別接種をメインに、それを補完する形で集団接種、また区民広場での巡回接種と三層方式でワクチン接種を受けられるので安心ですよね。65歳以上の方はぜひ7月末までにワクチン接種ご協力ください。本日は番組内容を変更してお送りしてまいりました。予定していた豊島区の SDGs 最新情報は7月19日月曜日の放送予定です。どうぞお楽しみに。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。